ちゃおもろいやん。いや、おもろいやん。やるやん。ここや、ここや、ここや。あ、外だ。うわ、すげえ。で、どうすんのこれ。あれ、あいつらまだ終わってないの。あ、じゃあ、いけるな、俺ら。いけるな。ちゃんといけるわ。ネオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ・ラファエロが。どうも、はやりでーす。お願いします。よっ、お願いします。ありがとうございます。というわけで、今回ですね、大塚国際美術館さんとのコラボ企画でーす。ありがとうございます。我々はこのためにも、こちらにいますと。はい、今日の大メイン企画ということで、こちらね、徳島県鳴門市にあります大塚国際美術館です。世界26カ国の西洋の有名絵画が約1000点近く原寸大で再現されている。すごいことですよ。原寸大ってのはすごいよね。すごいすぎる。ちなみに今はですね、3つの作品になりきるアートコスプレフェス2022というイベントが開催中という。おお、何の3つなの。何なんだろう。何なんだろう。ケタスでは全裸でしょだって。まあ確かに。でも橋本さんはもう来たかったんじゃないですか。同じ来た、同じ来てましたよね。同じ来たんだ。本当に自分も高校卒業してさ、もう海外旅行で一人で、まあ行きやすくなったし、でまあちょっとコロナ禍も行けなかったんで、どうしようかなって調べてる時に見つけたんですよ。なるほど。それですからさ。ね、ちなみに僕らが今ここにいるところはですね、はい、地下3階のシスティーナホール。あ、これシスティーナの天井画みたいな。天井画ないんだよ。うんちくやろうみたいになっちゃう。やりポイントだよ。そうそうそう。これ描いてて、いけないじゃん。これ首痛くなっちゃって。結構中入った天井まですごい。いや、ほんとすごいよこれ。さあ、というわけで、いろいろと案内をしていただきます地下さんです。よろしくお願いします。はい、ネットです。よろしくお願いします。大塚国際美術館へお願いします。いつからは1998年の25周年を行っている大美術館です。この空間を見ていただくと、西洋名画の歴史がずっくり分かるというような、そういうテーマで作られています。何をするんでしょう。美術館で謎解きゲーム。これから2人と3人の2チームに分かれてチーム戦で戦います。2チーム同時に謎解きに挑戦していきます。早くゲームをクリアしたチームの勝利。勝利チームには美術館のペアチケットと招待券をプレゼントしていただきます。マジ。というわけで誰と思ったの。チーム同時。チーム同時もちなみに誰と抽選にしますよ。あーおおお、いや、勝った勝ったな。全然勝った。事前入ってるから。事前ちょっと今回世界がトロニアスも謎解きやる気全然ねえんだよ。やる気を感じないんだよ。感じない感じない。あとちょっとレンズ変えようかな。さあ、はい、はい、バラムキゲーム。いやー、こっち行けばわかるみたいな。こっちが入っちゃダメなんだね。入っちゃダメです。もうこんなら、もう2人はライバルなのか。うわうわすげえ。あれ紙か。まあ、バラバラしてるわ。あれバラバラしてる。ここから勝負スタートね。紙出てきた。紙1枚持って上に行ってください。腕、はい、上に行ったら紙見てください、ね、オッケー。まず2問正解した方が勝ち。今からもうこっからもスタートしますから。いきますよ。はい、よいしょ。よースタート。おーじゃあ、よしよし、あ、ミズ、ごめん、あ、ミズ、ごめん、あ、ミズ、ごめん、ミズ、ごめん、ミズ、ごめん、エレベーター逆走するって降りてきたらいいよ。そう、やばい、一足もすくなって。ああ、来るわ。いや、よいしょ、よし。思ったより強いぞ、これ。ピースケ、急いで、ピースケ。オープン。橋本涼の生年月日は、はい、はい、水くんどうぞ。2000年10月30日。イエーイ。いや、あっち迷ってるよ、これ当たりだったんじゃない俺ら。これなんだっけ、これ、これ。これ何、これなんだっけ。名前。青いターバンの人じゃなくて、なんだっけ。今までじゃなくて。両門、両門。これ来てないもん。これもう、大勝ちじゃん、なんで。拍手抜けです。あれ書いてあるの。調べる。 OK、 マップガイド。
これ使っていいのヒットこれ早いです絶対こちらの名前が、はい真珠の耳飾りの少女フェルメールヤンお願いしますはいこれもらいますあ会社の美術館とか来たことあるの俺美術館あるよ結構多分俺橋本より詳しいレベルの美術館あるようわそうそうそう全員行く必要ないのか、ね、そうだよねもしかしてね、うん、ね俺もこれはね行くせーの最初のグーチェケポイ最初のグーチェケポイあー喜んでわあクリアしよかったじゃないかなあれでも一人だもんいや多分疲れるから代表で行かされてんだよじゃあ行こうかさて続いての問題は何かな二つ目の問題こちらうわこれ簡単や簡単だなこれに決めたこれに決めたぜ作品名をお願いしますあなるほどうわー分かんないなあー階段しんどい階段しんどい皆さんちゃんと来た時はねあのゆっくり手について疲れたらやってくださいこれなんだっけな何確かねこの作品はね誰かに依頼して誰に どういう経緯か覚えてないんですよただねただリザさんを描いたと言われてるんですねモナリザですやり直しなんだそれマジかB2 で頑張ってください B2、はい1個上だ B2 はどちらに行けば上がりますかエレベーターがございますあ、ありがとうございますありがとうございますよしあ、いやいや、もう待ってたら俺が OK OK あ、一緒に行こう OK めっちゃおもろいやんいや、パスできないやるやん、YouTube がてか、やばいな、帰るくらいだってかさ、さっきの新宿の耳飾りのやつ俺見に行きたいんだけど、普通にね、あるよね、ちょっとねよしよし行こうよしこれ君だどんどん行こうどんどん行こう相手が弱くて助かりましたよちなみにあっちは何が聞いたのやばいやばいあいつエレベーター開けてくるザマぶねえすっごい形相で走ってるあいつ走るなって言われたの走るなって言われたのもう負けたくないんだろうこれどうなってんだ何が勝敗を分けるのこれ分かんないやきつっバロック系だはいはいはいあすごいうわすげえめっちゃテンション上がるなこれちょっとこれ開けますねじゃじゃん1458マイナス3よしあーこれなんだっけすいません悪いですよここあったこちらが落ち棒拾い当てますかはいよいしょよいしょありがとうございます次は B2 ではいはいよろしくお願いしますよっしゃこれが何か分かんない、はい、なにこれここ1の2、4のさ、どこの空きこれ多分あれじゃないここの外だね謎の外ここの外の人じゃない1の2、4の3、どこの空き B2 になんかそういう要素があるのかもしれないねね、1の4と5の8って意味だと思うんだよなあうわやば全然わからんうわ素敵だなやば問題一生見してあ違うはやばっておくつにごめんなさい言いたいことがあるやばいぞこれはまずいぞ最後まずいどっか行っちまったおおこれねあれなんですよどっちが修復前修復後の前離れようぜカンニングしてきそうだから
達と並んで写真撮ったんですよ。ちなみに俺この方この担当だった俺絵じゃないってことか。場所じゃない。こんなに描くか。これ日本国連作したい。でもすごいね。初めて見た。え、これ左右どっちも一緒ね。こっちが修復前で、こっちが修復後。はぁ、あ、あ、そこどっちも置かれてんだ。レオナルド・ダ・ヴィンチ。レオナルド・ダ・ヴィンチ。もう一回来よう。チケットもらってもう一回来たいね。おぉ、ダメだ、普通に楽しんじゃってる。ね、ダメだ、これ問題に集中できない。なんかもう一個ありそうじゃない。1の4で5の8みたいなところに。ああ、なるほどね。ねえ、ここの気がすんな、俺だけが。あ、そこだ。どこ？なんかこうなってるね。今、現在地。丸いよね。じゃあ、すぐそこじゃん、ね。そこに何かがあると。まっすぐだ、ずっと。あ、モネの大水路。お、あ、あ、あ、終わった、終わった。あ、しかもカメラ飛んでる。これだ。ここや。あ、外だ。すごい、おしゃれ。うわ、すげえ。え、で、どうすんのこれ。1、2、4、3、5、8。これなんか絶対になると思う。背の順に着席せよ。え、え、背の順に着席せよ。うん。学校だとそこが一番か。え、でもどれが 1? 6、1のに、じゃあ6が一番多いのか。8まであるやつあるね。このこっちが、うん、じゃあこれが縦列だ。あ、そういうこと。8がこっちまで。1の2は、あ、6の8か。だから6の8だから、どっちを1にするかね。ちょっとうろうろしてみる。どうしたらいけんのか。あ、あの丸い道具のとこちょっと。左、そうだ、これ。じゃあもう一個前、はい、もう一個前、これ。じゃあ一個左、これ。それ、あ、4の3、これどうだ。いかがでしょう。違う。じゃあ、あっちを前にして新名ってことは新名か。現在地の新名地か。いや、もう先越されたか。わぁ、わぁ、わぁ、広まんの。よっしゃ、よっしゃ。これで大丈夫だろ。これだ。これ合ってますか。よいしょ。よいしょ。よし。楽しくなってきた。いいぞいいぞ。これいけるぞ。真珠の耳飾りの少女を再現して撮影せよ。あ、これコスプレのやつじゃない今キャンペーンやって。ああ、どっかないんじゃない。あれのコスプレだから、あ、これマップ、マップが役に立つぞ。これマップが役になっちゃうよ、これ。うわ、1がよかったな、ちょいくら1の1、2、3、4、ここか。5の8だからもう分かんないから全部開けてく。あ、原田さん、原田さん、今ってな、コスプレのキャンペーンとかやってるんですよね。もしかして、あの真珠の耳飾りの少女とかってあったりします？あ、マジっすか。これはちょっと、それを普通にやりたいんですけど、どこでできますか。そうですね、この、地下2階に。ここ、今地下2階ですよね。はい。これですか、何番ぐらいですかね。そうですね。まだ大丈夫ね。まあ、行っちゃってください、原田さん。楽に話して行っちゃったんで。別にいいですよね。うん、なんか逆にみんな理解しないんですかみたいになっちゃいますから。あ、よし、はい、ありがとうございます。あれ、あいつらまだ終わってないの。あれ、何やってんだ。あんなポンコツか、あいつら。いや、残念だ。じゃあ、入れるな、俺ら。入れるな。逆転だね。逆転だ。気持ちいいね。Thank you.
必殺早歩き、お尻プリプリマシ。B2 がそっと丸田さんや。いいよ。いや、よそ見しちゃう。こんなことだ。めっちゃ簡単だった。すごい。すごい。いや、ここまで来るかな。まあ、あとだ。全然違うか。